はい、南国神々島からおはよう、こんにちは、こんばんは、お疲れ様でした。ロイバリカチャタの担当ガイドのカルちゃんでございます。今カルちゃんは、クタ地区にあるパドマホテルに泊まっているお客さんを迎えに行きました。今カルちゃんも、パドマホテルのロビーに着きました。今のお客さんの出発時間は9時なんですので、今まだまだ8時45分過ぎですね。まだ15分の間待ち時間があります。いろいろ動画を見せてあげたいですので、最後までこの動画を見てください。忘れないようにロイバリチャンネルを登録してください。パドマホテルの雰囲気はこんな感じです。あちらの方にある朝ごはんのレストランで、今ドイバリカチャタのお客さんはバリサパリパークに行きたいなので、今バリサパリパークの入り口の前に着きました。今からカルちゃん仕事を頑張っていきましょう。お質問やお不明な点などございましたら、お気軽にメインターンお楽しみ。バリの歌舞伎店からおはよう、こんにちは、こんばんは。一日いらっしゃる間の観光は、今のお客さんはバリサファリパークに行きましたので、今もバリサファリパークに着きました。バリサファリパークに入りました。バリサファリパークに入ってから一番最初は10時半、エニマルショーがありますので、And now let's see how this beautiful bird catches the food in the air with a long beak. All right. Okay. Target. Burung tu lama mas sangat disakralkan di Kalimantan.このエリアはエニマルショーの劇場です。Actually, they're the largest sea cat in the world. They're the size of a fully prehensile tail, just like an extra arm, they climb in through the treetops. And here we have a couple of Ipura. So the male name is Bibi. Hello, Bibi. And the female name is Rosie. Hello, Rosie. Jadi di sini kita ada Ipura, seekor musang terbesar di dunia.Mereka memiliki ekor yang sangat kuat dan juga panjang. Dengan tangan muda, hanya menggunakan gigi mereka seperti ini. And orangutan, they are very strong animal, even 7 times stronger than us. Wow. Right? You done? Right. She did it. Lebih keras? Oke. Okay. Oke. Sekali lagi ya, beri semangat pada si Cherry di sini. Come on, Cherry. Oke. Okay. Belum, belum. Alright.Coba, mungkin Cherry bisa lebih ngambek mungkin. Oke. Bisa kalau ngambek kan lebih kuat ya. Bari safari paku no naka ni winki ga konna kanji desu. Animal show ga owatte kara ima tiger show no yotten ga arimasu. ドイバリチャッタのお客さんです。
あちらの方に右側に曲がってください。Dewi Durgal merupakan sakti dewa Siwa dengan kekuatan maha dahsyat yang mengendarai harimau. Kekuatan tersebut dipercaya mampu melindungi kebajikan dan menghancurkan kejahatan. Gadis Durgal is in riding the tiger. Animal song が終わってから今トラのショーがあります。トラショーの劇場です。こんな感じです。本当にバリサパリパックの中に広いです。今ドイバリ買っちゃったのお客さんは30分ぐらい象に乗ります。今のお客さんは6名様なんですけど4人だけ象に乗ります。お楽しみね。お父さん、お楽しみね。はい。バリサパリパークは本当に広すぎるですよ。今もカルちゃんはサパリパークの中にあるカンプンガジャのエリアにいます。でかいです。象が何言うの聞こえながら今さらパッと見る。ゾウの美術館です。どうぞ入ってください。
リサファリパークの中でも昼ご飯のレストランがあります。このレストランの名前はウマレストランです。レストランの雰囲気はこんな感じです。いろいろ料理がありますので、はい、バリサパリパックが終わってから今のお客さんはちょっとだけ買い物をしたいなので、見たいものはカゴバクです。シタバーという店です。バリの神々島からおはよう、こんにちは、こんばんは、お疲れ様でした。今日ですね、カルちゃんの一日仕事が終わりました。バリ島に無事に戻りました。10時からいろいろね、バリサパリパクとか、そして足玉ですね、あのカゴバクと、そして先のパパヤのスーパーマーケット。どうですか、楽しかったですか？はい、バグスですか？みんな隣にいる方はインドネシア語もできます。こんなに素晴らしい島はありません。あ、そうです。皆さんぜひ来てください。ドイバリ、ドイバリにコールしてください。忘れないようにドイバリチャンネルを登録してください。またね。